はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は KC カップ主要デッキパート3ですかね、フォーミュラーアスリート純ほぼ純正フォーミュラーアスリートデッキご紹介していきたいと思います。フォーミュラーアスリート救いたかったんだ、俺はこのデッキを救いたかった。大元のデッキはね、ディスコードに貼ってもらったギルティさんの、あのフォーミュラーアスリートデッキを、参考にしてたんですけども、その時はこのモンスター入ってなかったんですけども、これねやっぱねないときついわ。これね本当はこれなくて、なんかこういう、まあ、他の汎用魔法とかじゃなくて本当に、こういうね、なんかこんな感じのデッキだったんですよ元々は。なんですけどさすがにこれね、あのねないと無理だわ。あのこれだけでは勝てねえ。一応ハングオンマッハっていうね最強のバイクと、あとこいつも結構強くてですね、このウィップクロスターね、これレベルがこいつが7以上になると相手が手札を捨てて発動する効果、手札を墓地を送って発動する効果を、使用できない、発動できないと。だから因果切断とかサンダーブレイクとか、神の摂理とか、あと天罰もそうだね、ああいうなんか、あと調和の方を指すかもそうだね、結構ね発動できなくなるカードめっちゃ多いんですよこのモンスターいると。なんで環境には結構刺さってるかなっていう感じなんですよね。だからこのモンスターたちがエースモンスターではあるんですけども、これをまあマシンナーズフォートレスでサポートしていくっていうようなね、そんな感じの、デッキとなってますね。で、フォーミュラーアスリートっていうのが回し方かなり難しくてですね、一応説明すると、ちなみにこのフィールド魔法はなんか効果で破壊されると、FA カード、何でも FA カード、自分以外の FA カードをサーチできるんで、まあ、嵐で割って、まあ、足りないパーツを持ってくるっていう、まあ、そういうギミックになってるんですよ。で、チューナーがいましてね、こいつ。カーナビゲーターってやつ。こいつ、手札が墓地にいる場合、FA のレベルが、元々のレベルより高い状態になっているモンスターがいれば、手札が墓地から特殊召喚できるよと。で、レベルが上がってる差分のレベルとして特殊召喚できるよっていうモンスターなんですよ。だから、例えば、理想ムーブを言っとくと、例えば、ハングオンマッハを召喚する。で、レベル上昇っていうスキルね、これ使って、カーナビゲーターの、1分レベルを上げて5にするよと、ハングオンマッハをね。で、ハングオンマッハ5になってて、もともとレベルが4なんで1個上がってるから、カーナビゲーターの効果の発動条件が満たされて、カーナビゲーターを特殊召喚普通にできると。で、そうすると特殊召喚成功したらね、これデッキからフィールド魔法持ってこれるんですよ、FA の。なんで、これを持ってくる、オフロード。で、オフロードグランプリを発動すると。発動すると、これメインフェーズの間だけ、FA モンスターのレベルが2個上がるんですよ。だから、これ、4になってるから、6になる。で、こいつが、今度は、3になると。いうことで、6と3で9出せるんですよね。なんで、9シンクロしてこれを出すと。で、フォーミュラーアスリート、ホームトランスポーターっていうのが、こいつが結構ロマンカードなんだけど、まあ、一応、汎用モンスターなんで、別に、フォーミュラーアスリートからじゃなくても出せますけど、レベルが、11以上の場合、このカードは戦闘効果では破壊されないよっていう。で、レベル13以上あったら、FA を墓地から特殊化できるよっていうことを思ってるんですよ。これね、11以上にして耐久していくっていう、そういうモンスターですね。で、FA モンスターっていうのは大体なんか FA の魔法トラップカードが発動するとレベルが1個上がるよっていう、まあ、これ耐久制限ない効果なんですけど、これを発動できるんで、まあ、どんどん育成していく、 FA を育成していって、戦っていくっていうデッキですね。回し方はぜひね実戦ご覧いただければなと思います。1戦目が一番わかりやすいかな。はい、なので、今日は、ちょっとこれだけは本当に許して、これ本当に許してほしい。ないと勝てんかった、マジで。これ抜いてる状態だとね、あと勝率マジで盛らず 20% とかだったから、これ入れてやっと勝てるようになってきたかなみたいな感じだったんで、はい、許してください。それでは早速ほぼ純正フォーミュラーアスレトリックやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手はエドフェニックス、オッケー、いいだろう。あ、ハンド、まあそこそこいいな、ハンドそこそこだな。スキル温存できるな、スキル温存できますね。さあバイク自慢大会始まりました、僕たちのバイク自慢大会。今回の KC カップマジで俺たちのバイク自慢大会始まってんだけど本当に。で、サーキットグランプリかな、グランプリだね、グランプリ、グランプリからの、クロスター効果レベルアップ1個上げる。で、カーナビゲーターで、これこうして特殊ブリックを上げて特殊で、カーナビゲーター特殊が成功時フィールド魔法を持ってこれるやつで、これレベル、これあれだな、多分嵐打っちゃわないとダメだな、これレベル上昇分の
やつないときついだろこれ。こう嵐打ってレベル上昇分のモンスター持ってこよう。これでターンヒーローだと思うんですよね。これ相手違うかな。でウィップクロッサーの効果は発動しない。いいえだね。これは上げちゃうとレベル上がらなくなっちゃうから。でオフロードグランプリ発動で、オフロードグランプリの効果によってレベル9になったので、これでこれ出していこう。フォーミュラーアスリートホームトランスポーター特殊召喚、そしてレベル上昇発動。ハンティングの始まりだ。このホームトランスポーターのレベルを15にし、モンスター効果によって墓地のフォーミュラーアスリートを特殊召喚。俺はモンスターを、そしてこれでターンを終了。ホームトランスポーターはレベルが13以上の場合戦闘効果では破壊されない。最強だ。よし4500、打点4500やばいだろ。レベル11以上だった、間違えごめん。レベル11以上の場合このカードは戦闘効果で破壊されない。そしてレベル13以上の場合一旦に一度自分の墓地のフォーミュラーアスリートモンスターを一体対象にし、そのモンスターを特殊召喚することができる。さあこれが圧倒的肉撃。これなんだろうな相手の。さあテキスト読んでるぞ、相手テキスト読んでるぞ。なんだあのモンスターってなってるぞ。誰やねんお前そのモンスターってなってるぞ。融合、これヒーローってのは多分な、月光だったら月光でもいいや、別に月光でも大丈夫だ。アドレーション、よし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 、オッケー。え待って、でもさ、こっからはさすがにブルディ来ないでしょ。こっからはさすがにブルディは来ない。ディアボリックガイ、インクリーストディアボリックガイだったんだね。手札が、はいはい、あんまり強くない。エアーマンも引いていない。パリスもない。ディアボリックガイもオッケー。でディアボリックガイで、ディアボリックガイので下げてくるのかな。ディアボリックガイの800打点下げて、でもこれ戦闘では破壊されないっていう体勢めっちゃ強いと思うんですよね。このホームトランスポーター出したのマジで正解な気がするわ。これフォーミュラーセットホームトランスポーター初めて活躍してるぞ。KC カップで初めてこいつが活躍してるぞ。ヒーローほとんどいねえけど、いいぞホームトランスポーター、お前の強さを見せてやれ。お前はレベル11以上の場合この、戦闘効果では破壊されない。つまりヒーローデッキではなかなか太刀打ちできんだろう。守備3000、ちなみに縦にすると4500。デモンズチェーンはめっちゃ効く。手札からゴズミックサイクロン、何、まあ、でもそれやったところで俺のレベルはアップしといたから13だぞ。それやったところで俺のレベルは13。よし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 、突破できねえだろ。さあテキスト読んでるぞ。マスクチェンジだろ、マスクチェンジ。あ、ダイレクトアタックしてくる気か、ダイレクトアタックをぶっかましてくる気か。何、力をモンスターを特殊召喚。あーなるほど、でも知らないよね。でも知らない、これ5000パンチでも知らんって結構強いよね。これあの5000パンチマンが飛んできても知らないっていう、こいつ最強じゃない。 200？ いい、全然いいよ、全然いい、全く問題ない、全く問題ない。はい強い、はい強い。よし、ホームトランスポーター、ホームトランスポーター強い、ホームトランスポーターめっちゃ強いぞ。待ってね、何があるんだ、ま、でもこれはナビゲーターしかねえか、カーナビしかねえわ。カーナビしかねえと目的地たどり着けねえからな。カーナビしかねえとよ、カーナビの運転手がいねえとよ。運転手レベル上がんねえからなこれ。どうしよっかな、まあ、とりあえずぶん殴ればいいか。2800でしょ、2800と2800。アドレーションが一番めんどくさいので効果発動か、効果発動して効果を発動する。でウィップクロッサー出しとく。でもカーナビゲーターであれか、フィールド魔法持ってくればいいか。こっちだな、こうだな、これでこれ特殊召喚する。で、カーナビゲーターの効果とカーナビゲーターの効果によってデッキから FA トラップ魔法トラップカードを手札に加えていく。でですね、ウィップクロッサーは1、3、4、5、6、7、8、9、いけるわ、9いける、9いけるよな。オフロードグランプリ発動で、これで9か。でウィップクロッサーの方が発動せずにホームトランスポーターの方が発動する。でこれでこうすればいいんだ。来た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 、レベル管理むず。このデッキレベル管理
むずバーミリオンの効果発動、バーミリオンの効果によってチューナーをゲーム開始し、お前のモンスターを破壊させてもらおう。そして攻撃表示変更、行くぜバトルフェイズ。うお、くらえ、わからしていけ。あ、ああ、あれか、あの墓地のあいつか。よし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 、ホームホームトランスポーターやっと活躍した、めちゃくちゃ嬉しい。さあ、お相手の方、海馬社長か、進化した最強ドラゴン、よろしくお願いします、ステーデ3倍。まあ、本当に請願は多いですね。あの、今まだ本当に1万くらいなんで、GDP。なんで、めちゃくちゃ多い請願。上の方に行けば違うんだろうけども、ある程度は。環境。めちゃくちゃいる、請願。2回に1回請願かもしれない。6部衆時代となんか似たような匂い感じるね。なるほど。これはバイク自慢大会するしかないか。待てよ、でも手札を捨てるカードやった場合、これ実はハンゴンマッハよりもウィップクロッサーの方が強いまであるな。これこれワンチャン通ったらこっちの方が強いぞ多分。これこれ多分あれだろ、手札捨てるカードやろ、それこれウィップクロッサー、いや多分ね、あれね、俺インガとかなんじゃないかなと思うんですよね。光って言わなかったし、あれ多分インガ切断読みしてて、で FA ウィップクロスター召喚するんですよ。でこれでレベルを上げる、よきた、レベル上昇発動、懺悔の用意はできてるか。俺はこれでレベルを8にしていく。そしてこのモンスターのレベルが7以上の場合、相手は手札を捨てて効果を発動するカードを発動することができない。そしてウィップクロスターの効果も発動、さらに FA サーキットグランプリの効果も発動、これによってウィップクロスターの効果もどんどん上がっていく。行くぜ、レベル12だぜ、最強だぜ。そしてサーキットグランプリは相手のモンスターを返した場合ワンドローできる。そしてさらに FA ウィップクロスターの効果でレベルがアップしていく。強いぜ、強い、これは強い、これは強い。ウィップクロスター刺さってる、ウィップクロスター環境刺さってる、インガ切断も3点、いや強い、最強だ。どうして俺には通用しない、ウィップクロッサー刺さった。さあお相手の方、また請願だぜ、請願しかいねえ、ハンドゴミハンドゴミターエンド。まあ、一応ね、請願はワンキロしてこないと読んでるんですけど、まあインシエのルール入ってるのであんまないので、まあ、多分なんとかなると思うんですけども、はい、まあ、たまにね、あの乙女入ってる構築は、ね、1,2,3,4,5,27枚、多いな。相変わらずなんかあれだな、 TDP 隊はなんか請願のデッキの枚数が多いぜ。もうちょっと絞った方がいいんじゃねえか、さすがに。そして遅えな、何を考えてる、ワンキルできねえか考えてるのか。お前のデッキはワンキルできるデッキじゃねえだろ、そんな簡単には。はい、はい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 、青木の道、なるほど。まあでもそれやったところでまだスキルはすぐには使えないんで、これでオルタラとか出されたら死ぬけどね、普通に。これでオルタナ、手札の請願を見せてオルタナ特召喚とかされたらもうさすがに切れるよ俺。さすがにブロック。大丈夫だ、オッケー。よし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 。まだわかんない、まだわかんない。まだわかんない。じゃあモンスター来て、モンスター来て、モンスター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 。ツーペアー、ツーペア来たー。どうやって勝つんだよ。どうやって勝つんだよこれ。どうやって勝つんだよこれ。ふざけんなよ。サーキットグランプリ発動、サーキットグランプリで魔法カード嵐を発動、お前のセットカードを割らしてもらうぜ。そしてサーキットグランプリが破壊された場合の効果を発動、モンスターを手札に加えるぜ。 FA モンスターをな、あー何持ってきても、これさ、え待って、これワンチャン、ワンチャンこれ全部発動したら相手の3000打点超えるみたいな説ない？ハングオンマッハ召喚して、まずちょっとやってみますね。やってみます、やってみるしかないですね。ハングオンマッハ召喚からレベル上昇することはできない、レベル上昇するモンスターもいない。これ FA のさ、これ張り替え、墓地に行ったらサーチするっていうことにしない？それはさすがに強いか。ハングオンマッハ召喚、そしてオフロードグランプリを発動、そしてハングオンマッハの効果レベルが1個上がる、そしてオフロードグランプリを発動、そしてハングオンマッハの効果でレベルが1個上がる、そしてサーキットグランプリの効果発動、これでレベルが1個上がる。そしてこのままバトルフェーズに移行したらレベルがなんと9、クサン27、足りねー、届かねー。